貸してもらってもいいですか。はい。
始まりました。ダンディと言いながらいきなりあのちょっとブルースっぽくね、始まってしまいましたけれども、この後は AOR でお届けいたしますので、メンバー紹介しましょうか。今のリードギター、2人ともリードギターだったね、第一ギター亀田明。山です。第2ギター柳生俊彦。最高。サックス長野二郎。オンキーボード菊池舞。リズム隊は後から。
これはメインテーマって歌ってことでね、薬師丸ひろ子さんが歌ってて、映画のタイトル曲にもなったんですけど、それは女性側からの街で、今のは男性側からね、車からお前を見てたとか、ね、あなたは見ていてって言ってたんですね、薬師丸さん。あなた車から見ていてっていう人が、車から見てたよってことで、まあ、そういうちょっと豆知識でした。次の曲はですね、次の曲はですね、またね、ちょっと、もう結構古いナンバーで、35年前、僕がね、中学校3年の時に非常に衝撃を受けたですね、この曲を聴いて、おお、なんてかっこいい曲だ、日本の人が歌ってる。僕はその頃、さっきまでいた横井監督にですね、ビートルズを教えてもらって、ビートルズ最高だと思ってますね。その後ハードロックとか、AOR とか、外国かぶれな、洋楽かぶれな、いわゆる生意気な小学生だったんですけど、小中学生か、中学生だったんですけど、はい、生意気でした。まあそれはあんまり勝ってないですけどね。その時にですね、この中3の時にこの曲を聴いて非常に衝撃を受けました。日本人でこんなかっこいいサウンドを作る人がいるんだという、そういう曲でございます。ベースの準備が整ったら参りたいと思います。オンベース斉藤隆一。準備できた。さて、じゃあ行こうか。
しております。もうこれね、あの機械だよ、機械だよね、じゃなかった。いや、準備はもうベースは整ってるはずです。いや、そうかな、あ、まだか。ということは、一つ単発を紹介していこう。オンドラムス、リンちゃんこと林くんしげ。そしてリズム隊最後の紹介でございます。この曲のためにこの人を呼びました。そういう人です。西川忠之、西川忠之、西川忠之賞。
したナンバーは時のないホテルという曲で、ユーミンの曲なんですね、実はね。松任谷由実の曲です。松任谷由実さんの曲を全然アレンジが違うバージョンでお送りいたしました。パーカッションがすごい素敵でしたね。ただのハゲじゃない。多分ベースがチューニングを戻さなきゃいけないんで、ここは漫談をね、長野次郎にちょっと無理じゃあ寸劇を、例の人じゃなくて、例の人ね。はい、ご指名です。柳沢さん、としっこさん、ご指名いただきました。野球でございます。野球さんでした。柳さん、久々に帰ったのがね、もう俺の、大学の友達。ここから歩いて10分ほどにある、柳沢ハイツ501というところに住んでおります。お前んちかよ。申し上げます。どうも。終電がなくなった際は来ていただければやんわり断ります。断る。よろしくお願いいたします。もうちょっと気の利いたことを、もう一言。もう一声。ゲイです。いいでしょうか。本当はね、本当は次郎さんが、私はここから20分歩いて20分とかに住んでますっていう話だったんですよ。30分でした。え、30分だったんですか。で、それで振ったのに、無理っすねとか言うから、ああ、全然忘れてた。忘れてた。段取り忘れてたのね、はい、NG のね。で、ここ、大事なこと。はい、そうですよね。はい、まあ、歩いて30分。はい、歩いて30分のところに。通り住んでる、次郎さん。はい。で、歩いて10分弱のところに住んでる、野球。ね、というわけで、武蔵小杉界隈の話題でした。イエーイ。そろそろっすよ、お時間いっぱい。それで。
年代を生きた、青春を生きた人にはよく知っているナンバーで Yes, My Love、矢沢永吉さんがYes, Coke, Yes っていう替え歌でね、コカ・コーラの CM ソングになりましたね、80年代の頭ぐらいでしたかね。ジローさんは覚えてない？覚えてます。あ、本当？覚えてます。ジローさんって靴だった？覚えてます。あ、そうか。大丈夫？大丈夫。次、ベースのチューニングが間に合うかどうか。ベース、間に合わせて。変えないそうです。そのまま、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 それでは第二ステージラストナンバーとなります。まあこれで懲りたらまあいいんですけど、もしもしももうちょっと聞きたい人。アンコール。いやいやまだ早い。まだ早い。まだ早い。もうちょっと待って、もうちょっと待って。ラストナンバーはね、ちょっとまたね、ブルースちょっと曲を、メガネをおとりして歌いたいと思います。メガネをおとりすると、ちょっと見えないんですけれども、つけよう、つけよう、そこは。まあそこは、じゃメガネ曇って何も見えないかな。つけよう、つけよう、うん、あえて、メガネ出して、いきます。了解、了解了解です。はい、じゃあ行きましょう。
アンコールの人。Oh, oh, 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 oh
このギター、このギター僕のではありません。そこに座ってる写真家の藤原愛さんのものです。ありがとうございます。皆さん、ギター貸していただきました。最高のギターでした。2曲しか聴かなかったけど、2曲ちょっとしか聴かなかったけど、最高のロールでした。僕にとっても最高のロール。みんなにとっても最高のロールになってほしいです。というわけで、日曜日の夜の最後はこの曲で締めたいと。I'm gonna make it.
ありがとうございました。